い、始まりましたムチムチサウナ。本日のサウナは原宿下北、下北じゃない明治神宮、原宿明治神宮から徒歩5分ほどのマイサウナ弾力さんに来ております。ちょっとサッとして、違うの、だって来てさ2分ぐらいじゃなかっただった。はい、来ております。そしてゲストに、ヤナパイことヤナセサキです。よろしくお願いします。お願いします。ヤナパイが来てくれました。ありがとうございます。ではでは早速中に入っていきましょう。はい、失礼します。すごいホテルみたいな、ね、綺麗。なんかサウナのイメージが変わるかもしれない、これで。うん、今おしゃれなんだね、こんな風に。いや、マレじゃない。そうなんだ、こんなおしゃれなのマレじゃない。なるほどなるほど。こちらで整えたいと思います、はい、もう見えているんですけれども、これ私が入ったら紹介できないかもしれないから、ちょっとカメラマンさんだけどうぞ。こちら貸切サウナになっています。とってもコンパクトなんですけれども、貸切サウナではとっても珍しく水風呂がなんとございます。いや、これは感激。本当にサウナ初心者中の初心者だと思う。普段行かないの、マジで。本当に大丈夫？いや、だから楽しみにしてたの。楽しみの反面ちょっとね、ドキドキしてるから、流れも教えてほしい。ちゃんと分かった、ちゃんと教えるね。ちゃんと、そう。じゃあまずは、はい、貸切サウナに水風呂があることがすごいってことを教えてね。分かった、うん、イエーイ。珍しいんだ。珍しいよ、とっても珍しい。あ、もう着替えていいみたい。あ、早いね、今日。はい、では早速お着替えしたいと思います。せーの、はい、着替えました。まあ、営業中なのでサクサク行きたいと思います。入ります。 OK。 はぁ、高い。こんなに早速ムンムンなんだね。ムン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 ボンボンっていうの、ボンボン。早速ムンムンじゃん。あ、横だ。え、なんか、わ、なんかすごい。サウナ、うん、サウナハットどっち。サウナハット。サウナは好きになれそう。本当？うん。ヤナパイ初サウナ。はい、初サウナです。なんかサウナに対してイメージがあったんでしょ。そうなの、言っていいの。全然いいよ。あんまり綺麗なイメージがなかったの。いや、それそう。なんかだって男性専用とか、うん、カプセルホテルとか、うん、まあ女性ってね行かないからさ、そりゃそういうイメージになるわよ。そう、しかも私の記憶が子供の頃で泊まってるから、おばあちゃんとかについてって行ったサウナみたいなイメージだから、多分余計。なるほどね。そうそうそう。じゃあこれ結構レアじゃない。レアだよ、すごく。え、入れるのレア。入れるのレア。本当にレア。私今まで散々サウナを誘われてお断りしてきた人間だよ。え、ごめんね。逆になんで来てくれた。どういうこと。え、なんかよりも行ってみたいっていう気持ちもすごいあった、うんうん、でもみんなに誘われて、あ、サウナか、大丈夫って言ってきたんだけど。来た、うん、ムチムチって名前だしね。あ、嬉しい。私にぴったりだと思って。本当に。やったら。どうしよう、これ次回からさ、MC と変わってたね。アイコンとか全部や名前になってんの。私に変わってる、ごめんね、気をつけよう。気をつけようじゃない、頑張ろう。そしてサウナハットね、かぶってもらっていますよ。はい、すごいかわいい。これも小さいサイズ。かわいいです。ちょんちょん。こっち大きいサイズなの。あ、そうなんだ。サイズ分かんなかった。あるんだね。あるの、2つあってサイズも。でめっちゃかわいい、色合いもかわいいし。本当？好評発売中です。ででん。マイサウナさんは部屋によって温度が違うらしいんですが、うん、私たちの部屋は大体95度ぐらいだそうです。うん、そして水風呂が14度ぐらいだそうです。え、これはとても暑くて冷たいです。そうなの。じゃあ私のデビュー戦にしては暑いところに入ってますよって感じ。そう、暑いし水風呂はとっても冷たい。ねえ、ちょっと大丈夫かな私。え、この間私ね、初めて水風呂入る女の子を泣きさせちゃって、トラウマなの。本当にちょっとドラマだ。ただのあの可愛いよな。大号泣してて、あ、これはちょっとかわいそうだと思って。でもしかも撮影してない時。ムチムチサウナさんってひどいですね。あ、怖い。ひどいですね。ね、気をつけよう。大丈夫かな、ヤナパイもなんかことになんないかな。今回カメラに収めていきましょう、泣いてるところ。いや、やだ。怒られちゃう。なんか暑いって言われにはなんかいける気がする。本当に、うん、冷え性だからかな、暖かい。なんかだからいいのかも、そういうイメージは。これからサウ
私は明日からめちゃくちゃサウナ発売をしてたら そっちなんだ。土曜日のサウナサウナじゃなくてサウナと投稿するんだ。サウナ新しいでしょ。新しいよ。素晴らしいね。ありがとう。ヤヌパイの周りにもサウナいっぱいいそうだから。めちゃくちゃいっぱいいるだよね。そうだよね。ご紹介します。今度ありがとう。全員でみんなでみんなで行きましょう。行きたいわ。あー気持ちいい。あら今日めちゃくちゃ汗かいてるわ私。どうして？今ね、汗まだ？汗。私顔にすごいかくの汗を。顔めっちゃかく、うん。代謝いいのかな？顔だけ。そうかも。でも手足が本当冷え性だから、でもすっごい温まってきた。本当？こことか冷たいのまだ。あ冷たい。あ冷たいわ。そう。でもこれが多分こうやってちゃんとくれば。改善されるんだろうなって思う。なんとなく、ね、改善されると思う、うん、絶対されるわ。え足上げていいよ。足上げるとね。あこういうスタイルもあるんですか。そうそう暖かくなる。結構冷え性の人にマジでおすすめする。あこれマジでこれ冷え性の人に勧める。私一生言い続けるです。本当にこれさ実は開いてるやん動画。言わないで言わないでそれを。あの開けてこれっていうことは閉めて、うん、その後ろに見えるのがロウリュウってやつなんだけど、うん、よく聞くよロウリュウって。これをしたらもうヤナパイは終わるかも。もう多分いないと思う。この後の撮影準備になって、はい、飛んでいきました。飛んでいきますか。やりたい。はい、マイサウナ弾力さんの料金はじゃあ私から行くよ。80分5400円がなんと今半額の2700円で入ります。そして120分が8100円の4050円で入れます。そう8100円そうで半額で4050円で入れます。そして深夜料金が12時から4時半で4時間半パック8400円で入れるんですけれども、それが半額で4200円でございます。素晴らしいね。素晴らしい。え2700円で80分入れるの素晴らしくない？素晴らしい素晴らしい。てか相場が分かんないけどきっと素晴らしいことなんだろうね。うん素晴らしい。2700円は素晴らしい。確かにそうだよね。こんな個室でさ水風呂もついててそれはすごいだよねきっと。ぜひ皆さん半額中に来てみてください。12月中旬までなのでこれが放送されている時にはもう違うかも。プププっていうね。今さだってさ12月中旬じゃない。今が中旬です。地獄なこと言ってたやん私たち。とはいえでも別にそうなってなくても安いんじゃないかな。5400円。そうそうそう確かに80分だしね。そうだね。原宿のこんな一等地にね本当に駅から近いしすごい来やすかった、うんね、しかも1階だからね。うんペペペペって来れます。はい以上です。なんか今日めっちゃ汗かいてるんだけど。いいことじゃん。その汗が素敵です。あ素敵です。私もかいてるよ最近。最近本当だいい汗かいてるわ。てか汗かいたのすごい久しぶり。え普段何してるの。何もしてないんだよね。なんかそういう運動とかその健康的なこと。え趣味は。趣味ゲーム。あ汗かかないか。そうそう。最近感じるこういう風に出すことって大事なんだろうなって。うん間違いない。私も出しに来た。本当。さて私のカメラになりました。わあすごい。そのいらん？うんいるいる。すごい汗かいてる本当にわかる？うんめちゃくちゃかいてる。これ寄っていいの？いいよ。全然寄って。むしろそのために私は生きているようなもんだよ。潔すぎじゃない。かわいい。でも技術ほんとメイクやばく落ちるだろうなと思ったんでほぼほぼしない。してないよね。ほんと素敵です。だって会って最初マナティにメイクしてきたしてきた。してないしてない。それはしてないのよ。いい素敵。でもほんとにいいわ。でね、うん、その後ろのローリーをね、いや私今ねそこに触れないように隠してたの。なんでよ。熱そうじゃんこれ。絶対熱いわよ。えどうする。えこれ待ってどうしたらいいの。どうやんの。どうしたらいいのこれ。じゃあそのオッケー。うん熱いかもしれないから気をつけて。はい持ちます。はい持ちます。水入れます。えあそれ多いかも。あ多いんだ。お水はこんぐらい。カップの半分ぐらい。あそう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 半分ぐらい。いいですかこれ先生。いきますよ。はい初ロウリュウ。せーの。優しくない。
ね、結構ガシャ行ったよそれ。え、これガシャ行ってる？ガシャ行ってる。みんなもっとそっとやんの？うん、来るよ。でも待って、私気づいた。何？これかけたらさ、めっちゃいい匂いしててこない？アロマが入ってますね、これグレープフルーツかな。わあ、柑橘系だね。アロマとか入れれる。あっつっ待って、貝が汗めっちゃ吹き出てきたんだけど、ね、さっきより分かる、うん、確かにめっちゃ吹き出てきたよ。熱い。熱いでしょ。けどアロマの匂いで生きていけそう。これ幸せじゃない？幸せ。え、なんでそんな涼しい顔してられるの？え、だってサウナだもん。もう慣れるってこと？最初はこうなる？私みたいに。なる。ほんと？まだ最初ロウリュした時やけどしたもん。気持ちいい。これ一人で来るのマジ至福だと思います。これ最高。結構熱くない？結構熱い。水風呂行ってもいい？あ、ここで水風呂が来るんだ。はい、行きます。ついて行きます。行きます。はい。どこ？赤いところ。赤いところ。ちょっと待って、いいよ、そこにいて。これは引っ掛けて、まずこれも水です。え、ここから水です。え、今ちょっと熱くなったから、ここで引かなきゃいけないんですけど、これが貸し切りサウナいいんですよ。むしろそのまま行ってもいい。貸し切りサウナの醍醐味です。あ、これは冷たいわ。14度本当だわ。あー、気持ちいい。あ、ヤナパイおいで。サウナハットを取って、今聞いた感じだとマナティでさえもなんか冷たいみたいなこと言ってたんだけど、大丈夫かしら。もうそのまま来ていいよ。行きますぜ。ちょっと本当にこれいけそう。え、本当？うん。あ、さすが。いけるよ。あれ？でも普通に水これね、結構ね。待って、でもここまで行けたんだけど、こっから下がる勇気がない。早く行った方がいいよ。何のために水に入ってるの？みんな今ね、うん、体を急激に冷ますことによって整うになれるんだよ。これ整うんだ。そう。ちょっともうそんな入れない。ここがもう限界。限界。いや、ちょっと行ってみて、こうやって。本当に？もう胸が冷たいです。胸が冷たいです。やばいですか？いけそうです。あ、ね、いけるんかい。でも動かなかったらね、うん、冷たくならないから。あ、じっとしてればいいの？そう。そうなんだ。それでもこれ壊す人がいるんですよ、時々、うん、私はしないよ、うん、あ、それでわざとそうやる人がいるってことですね。そう、冷たくなりたいから。でもこれ泣いてしまったこの気持ちはわからなくはないです。ほんと？びっくりだね、これ。確かに。びっくりで反射神経的に泣いたんだろうね。そうだろうね。本人の意思とは裏腹に。そうですよ、めっちゃ笑ってたもん、ね、あー、気持ちいい。あ、でも確かにこれまだ動かなかったら行ってもいいですか？何ですか、言ってもいいですか？そんなの絶対無理です。気持ちいいですよ。これってみんなここまで浸かるの？うん、なんかね、頭まで行く子もいるよ。寒くない？寒くはない。でも、行けない？行ってほしい。いや、無理しなくて。あ、そうなの、ね、じゃあこんぐらいで止まっとこうかな。まあね、普通だったら出てもいいぐらいなの。そうなんだ。出る？はい。出よ。はい。せーの。いやー、気持ちいい。もう一回入りたい。今日まだ寝てないのね、あんまり。寝な。だから寝ちゃいそう。やっぱ水風呂いいね。なんか水風呂から出た方がポカポカしてるの。それそれ。あ、これやる？正解なの、これ。やろう。やろう。ヤナパイさんが整っています。整っているヤナパイさんを撮ります。いやー、あのね、とても気持ちよい。気持ちいい？気持ちいい。え、気持ちいいって感覚ある？ある。え、じゃあ整ってるわ、それ。そう、整ってるんだ。なんか普通に体もポカポカするし、いい眠れる。え、
もうそれサウナの仲間入りだよ、やっぱり。キラーン。キラーン。整ってるって言うんだ。私も整ったって今日から言える。言えるよ。言おう。言おう。こっちへおいで。はい。はい。祈りになってるよ。はい。本日はオロポタイマーなしでございます。ピエーン。本当それがセットなんだよね。そう。だからこれもう1セットして、うん、プライベートで飲もう。あ、そうしよう、そうしよう、そうします。はい。というわけで本日は原宿のマイサウナ万緑さんで、ヤマパイがゲストに来てくれたんですけれども、はい、ずっとつまりどうでした？いや、なんかね、イメージと違った本当に。ただ本当暑いだけでしんどいのかなって思った。全然なんか水風呂も行けたし、うん、ね、うん、ね、全然入った。その後寒いとなるのかと思ったらポカポカして体が楽しかった。よかった。本当に概念変わった、マジで。千葉県に住んでるから、千葉県のサウナの時は言うね。え、言ってほしい。おいでって。てか、まあ、千葉県の時やったらいつでもすぐ行く。千葉県担当でお願いしてもらっていい？かしこまれ。よろしくお願いします。というわけで本日も最高に整いました。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。